こんにちは。いつもバイナリーオプションチャンネルをご覧いただきありがとうございます。投資家の村松です。本日はスランプ、バイナリーでうまくいかない時の対処法、こちらについて説明をしていきます。バイナリーオプションを始めて徐々に勝てるようになって、いい感じに取引ができている時に一時的にうまくいかない時がやってきます。急に何か負け続けているなとか、なかなか勝率上がってない気がするなど悩みを抱えることがとてもあります。バイナリーオプションで勝つことばかり考えていると、負けが続いた時やうまくいかない時にモチベーションが下がってしまいます。バイナリーオプションでうまくいかない時こそ、バイナリーオプションで勝ち続けるための成長ができます。今回はそういった時の解消法について話していきます。まず目次となりますが、うまくいかない理由というのはこちらの5点に限ると思います。テクニカル、ファンダメンタル、取引時間、通貨ペア選び、取引時のマインド、こちらをですね、これから一つずつ説明の方していきますので、ぜひとも最後までご覧ください。まず要因その1、テクニカル。バイナリーオプションでうまくいかない理由として一番大きい要因がテクニカルです。主に使用しているインジケーターやラインの引き方、テクニカル分析の方法などがあります。つまり裁量が身についていない、インジケーターが自分の取引スタイルに見合っていないとバイナリーオプションはうまくいきません。テクニカル分析について学ぶことで今よりもバイナリーオプションでうまくいくようになるので、まずは様々な方法を試してみて自分のスタイルを確立していきましょう。要因その2、ファンダメンタル。バイナリーオプションでうまくいかない理由としてテクニカル以外にもファンダメンタルがあります。重要な経済指標の発表で相場が大きく乱高下したり、要人発言や突発的なニュースによって相場が大きく動いてしまったりなどで負けてしまうことです。また経済指標の発表前の相場では様子見の売買が行われることが多く、値動きがあまり見られない傾向があるため、経済指標の発表前の相場で負けてしまうこともファンダメンタルの要因に含まれます。バイナリーオプションではファンダメンタルを根拠とした取引はあまり向いてないですが、全く考慮しないというのは危険です。要因その3、取引時間。バイナリーオプションでうまくいかない理由として取引の時間による要因もあります。例えばトレンドが出やすい時間帯で逆張りを行ってしまうことです。相場には時間帯によって値動きの特徴があり、時間帯によって相場を分析していく必要があります。もちろんトレンドが出やすい時間帯でも逆張りは可能ですが、テクニカルを元になせるスキルなので、しっかりとテクニカルを身につけましょう。要因その4、通貨ペア選び。バイナリーオプションでうまくいかない理由として取引前の通貨選びも一つの要因としてあります。なんとなくエントリーポイントが来た通貨で取引を行っている人が多いのではないでしょうか。バイナリーオプション取引は通貨選びから始まります。安定的に取引がされている通貨で値動きがしやすいので、ドル円やユーロ円、ユーロドル、ポンドエンドなどをとりあえず初心者の人は選ぶようにしましょう。要因その5、マインドです。バイナリーオプションでうまくいかない理由としてテクニカルに次いで大きな要因となっているのがマインドです。例えば連勝続きだから利益をもっと伸ばしたいと考えて無意味な取引を行ってしまった、連敗続きだから負けを取り返さなければいけないと考えて根拠のない取引を行ってしまった、こういった経験はバイナリーオプションを始めたての人はこれから経験すると思いますし、すでに経験したという人も多いと思います。このようにバイナリーオプションの取引においてマインドがブレてしまうとうまくいきません。しっかりと止めるべきところで取引をストップできるくらいのマインドを鍛えていきましょう。よく稼いでいる人はマインドができていると言いますが、マインドをしっかりと保とうとする人が稼げるようになります。その部分を履き違えないようにしましょう。ではうまく解消するためにはどうすればいいのか、続きまして まとめの方に向かいたいと思いますので、よろしくお願いします。まとめ、バイナリーオプションでうまくいかない時の要因を5つ説明いたしましたが、いずれか当てはまる時は正直何をやってもうまくいきません。そんな時はバイナリーオプションから離れてしばらくの間取引をしないようにしましょう。ただチャートを見ないと感覚が鈍るのではないかと心配する人も多いと思います。その時は一時的に証券口座から資金を出金してチャートだけを見てテクニカル分析をしてみるのが良いです。実際にチャートを見なくなると久々に見た時に別物に見えてくるので、1日1時間でいいので見ましょう。チャートを見てテクニカル分析通りに動いていたら感覚と冷静さは取り戻せているはずです。その時に本番でやってみて無事に勝つことができればスランプは抜けたと思います。バイナリーオプションに限らず何事もうまくいかない時は一歩引いて冷静な対処をしましょう。
今回はですね、バイナリーオプションがうまくいかない時の原因と対処法について話しました。まあ、いずれかの原因に当てはまるとどれだけ取引を行ってもうまくいきません。そんな時はですね、まあ、一度相場から一歩を引いて離れてみることが大切ですよと。まあ、いつの間にかですね、冷静さを欠いている可能性がとても高いので、一つ一つの取引を落ち着いて、真剣にやってていただければと思います。ここで、まあ、私村松からの改善策の方を提案したいと思います。改善策、手法の確立、確立した手法の勝率を知る、確立した手法を準拠する、この3点が、こちらの改善に全てつながると思います。まず手法の確立というのは、先ほどまずチャートを選ぶときにどうしたらいいのかというテクニカル分析で悩んでいたファンダメンタル、通貨ペア選びとかっていう風にありましたよね。その時にじゃあもう通貨ペアが決まっていて、テクニカル分析はこれっていうものが決まっていて、ファンダメンタルで左右される場合はそれはどちらに向けばいいのか、私の場合はそこでファンダメンタルを使用しないという方向に向かいました。そちらではトレンドの方向性とかそういったものを見極めというのはやらずに、完全にテクニカルとこちらの通貨ペア選びとして、あと時間帯選びですね、そこの3点を使って手法の確立をしました。そして次に大事なのが、確立した手法の勝率を知ることです。とりあえず自分で何か手法を確立したときに、初心者の人がありがちなのは、もう完璧だと思ってしまうわけですよ。自分の手法は間違っていないと。間違ってないかどうかっていうのは、実際に結果、数字で表せますので、数字として、例えば勝率 60% 以下の場合だったらやらない方がいいと思います。そもそも初心者の方は確立した手法の勝率を知る前に、とりあえずそれをリアルで試して、まあそれで資金が減っていってしまうというのが典型的なパターンですけど、それかもしくはなんか高額でツールとか、なんかロジックとかを買ったりして、そこの勝率、その人が言う勝率っていうのを真に受けてしまって、自分では研究しないその勝率をそのまま使うっていう、それもデタラメですので、きちんとですね、確立した手法の勝率を知る、こちら誰かにやってもらうのではなく、自分で勝率を知るようにしてください。そして3点目、確立した手法を準拠する。じゃあ、例えば 60% の手法ができたとします。いや、もっと 90% ぐらいの手法ができたとします。それを、じゃあ 90% のポイントが目で見るぐらい完璧に手法の確立ができたとします。その時に、でも全然出なかったと。1日、もうずっと10時間以上チャートを見張っていても見なかった。その時に、じゃあエントリーをしないのかってなったら、その10時間中に何回かエントリーしたくなるポイントが来るわけですよ。例えば手法の確立をした 90% のポイントがここだということが分かっていても、これで準拠できなければ意味はありません。ですので、きちんと手法の確立をして、勝率を知って、確立した手法を準拠する、この3点だけをですね、守っていただければ、きちんとバイナリーオプションで利益を上げ続けることは可能なのではないでしょうか。本日も動画のご視聴ありがとうございました。こちらの動画を楽しみに見ていただいている皆様へお知らせなのですが、本気でバイナリーで稼ぎたい、私村松がどんな手法で稼げているのか知りたいという方に向けて、とあるグループへ招待いたしたいと思います。その名も完全紹介制養成講座です。こちらのグループ内では人とのつながりを大事にしております。なので、この動画をご覧の方しか紹介することはできません。そしてこの講座内では、私村松が稼げている理由を講座でお伝えしていくとともに、使用しているツールを無償で提供しております。世の中には10万20万と高額で販売している方もいますが、私は無償で提供させていただきます。このグループにご興味のある方は、こちらの QR コードを LINE で読み取り、紹介コードをご入力してください。ぜひともご登録お待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。